次はメルさん、うん、が出題者で OK いきましょう。これはもう当たり前かなっていうのを送りました。当たり前系、当たり前系、うん、メルの好きなおにぎりの具は当たり前なんだこれ。え、当たり前なんだよ当たり前だよ。当たり前、うん、え、当たり前なの。え、ごめんなさい、私もわからない私もわからないです。私の好きな具材でいいですか？梅田の。まあね、おかずの人はわかってるんじゃない、うん、おかずっていうぐらいだし。なるほどね、うん。あ、ツイッターで言ってるんだ。うん。結構メジャーですか？メジャー。けど、おにぎりランキング1位ではないみたい。おにぎりランキング1位なんだろう逆に。ヒントね、うん。1位は鮭。え、ちなみに、個人調べ。鮭。はあ、うん。前ね、ツイッターで聞いたら鮭が1位だった。セブンにある？ある。どのコンビニにもある。梅雨の冷蔵庫にもある。事務所で食べてたことある？ある。あと、具単体もしゃぶる。しゃぶる？しゃぶっちゃうんだ。そうなんだ。何？しゃぶる？うん。しゃぶる？よくしゃぶってる。たまたま？でももうたまたまじゃない。ああ。でもたまたまかも。しゃぶる？うん。梅るだけに梅干し、梅干し、ツナマヨ。え、梅るって感じにツナマヨいいよね。ツナマヨめっちゃいい。ツナマヨなんだわ。たまたまじゃない？梅は。え、これたまたまじゃなかったら。え、たまたまだよ、集合体の。あー、明太子か。たまたま集合体。明太子しゃぶるってどうやって、ね、しゃぶるって言い方がよくないよね。ひそいな、なんか。ひそいよ。明太子しゃぶるのはきしょいよ。明太子しゃぶるのはきしょいよ。しゃぶるよ。きしょいよ。しゃぶるなよ。しゃぶるか、しゃぶるか。普通にしゃぶるか。皮の部分しゃぶってんのか。しゃぶってんのか。何しゃぶるの魚卵しゃぶるんだ。うん、しゃぶって中身大丈夫。うわぁ。なんか汚いなぁ。ちょっと、やめよう。次。汚いぞ。